タイムトラベラーとしか思えない奇妙な出来事10選。デュポンの工場にて。1930年代、マサチューセッツ州にあるデュポンの工場で撮影されたビデオが2013年に発見されました。このビデオの中に映っている一人の女性が、どう見ても携帯電話で会話をしながら歩いているように見えます。当然ですが、この時代には携帯電話はなく、ラジオも巨大な箱で聞いていた時代です。彼女の周りの人々は誰も会話をしていないのに、彼女だけ話をしている様子は、どう考えても携帯電話としか思えません。ご存知かとは思いますが、最初の携帯電話はとても大きいものでした。開発中の携帯電話だったとしたら、このサイズであることは不自然極まりないです。ということは、やはりタイムトラベラーなのかもしれません。皆さんごきげんよう、メイです。こんなに不思議なことがあるんですね。よかったらコメントをお願いいたします。それでは続きをどうぞ。チャーリー・チャップリン。これは1928年のチャーリー・チャップリンのザ・サーカスという映画の中のシーンです。その中で女性が携帯電話のようなもので話している姿が映っています。周りに誰もいないのに携帯電話のようなものを持っています。このシーンが発見された時、多くの人はタイムトラベラーが映画に映ってしまったと思いました。この当時にあった補聴器を使用しているのではないかという意見もありますが、補聴器に向かって話しているのは不自然なため、ますますタイムトラベラー説が濃厚なのではないかと言われています。JG。 ショーン・カーターはニューヨークのブルックリンで生まれ、売人からラッパーになって大成功した男です。こう言った方が伝わるでしょうか。そう、 JG です。実はこの JG にもタイムトラベラーではないかという噂があります。この写真は1933年ブロンクスで撮影されたものなのですが、どう見ても JG なのです。彼はタイムトラベラーなのでしょうか。それを彼が自ら世間に訴えているとも思える事実があります。JG の最初のアルバムタイトルにも意味深なものが付けられているのですが、それは日本語にすると合理的な疑いとなります。これだけの証拠があればタイムトラベラーであるということは合理的な疑いです。JG がタイムトラベラーだと疑われることは合理的としか思えないと言われると知っていたからこそ、このようなタイトルをつけたのではないでしょうか。ジェニファー・ローレンス。 X-Men、ハンガーゲームなどの映画に出演したジェニファー・ローレンスは今や人気ハリウッド女優です。しかしそれ以前はどうだったのでしょうか。実は彼女は過去にエジプトの女優ズビダ・ザ・ワットとして活躍していたことが疑われています。その才能をハリウッドで生かすためにタイムトラベルしてきたのでしょう。サンホゼ湾のタイムトラベラー。これは1917年カリフォルニア州のサンホゼ湾沿いで人々がリラックスしている姿を撮影した写真です。すべて何の変哲もない昔の写真に見えますが、一人の男性だけが周りに馴染んでいません。ボサボサ頭の男性は服装も現代的でサーファーのように見えます。また男性の横にいる人のリアクションや、右側の女性が彼を指さしているところからも異端な存在だったことが見て取れます。合成写真とも、男性が肌着姿になっただけとも言われていますが、 100% タイムトラベラーではないという説はまだ出ていません。ウラジーミル・プーチン。ロシアのリーダーウラジーミル・プーチン大統領が秘密警察 KGB に所属していたというのは有名なお話です。
彼はおそらく今も極秘でタイムトラベルの任務を行っているに違いありません。この写真は彼がタイムトラベルの力を持っていることを証明しています。彼はロシアの非常事態といえる時代にタイムトラベルをして歴史を変えているのだと言われています。藤本敏文。この写真は1911年に37歳の若さで亡くなった思想家高徳秋水という人物の写真です。しかしどう見ても藤原の藤本さんにしか見えません。高徳秋水は社会主義を世に広め世の中を変えようとしていました。もしかすると藤本さんは時代を股にかけあの手この手で世の中を変えようとしているのかもしれません。タイムトラベルで金儲け。2003年3月にアンドリュー・カールシンという人物が株式投資で約8万円の資金をわずか2週間で350億円にまで増殖させるという驚きの出来事が発生しました。ほとんどの投資家が悲鳴を上げるような時でもカールシンはハイリスクの取引をして勝ちまくっていました。そのためウォール街から目をつけられるようになります。本人曰く彼はタイムトラベラーなので株の値動きを知っているのだそうです。適当に負けたりして不自然に見えないようにしたらしいですが運はつきインサイダー取引で逮捕されてしまいました。捜査員は情報を漏らしている人物がいると考えましたがそのような人物は見つかることはありませんでした。アンドリューは警察に自分が未来から来たから値動きを知っていたと語りました。そこで警察はタイムトラベルの仕組みを教えるように迫りましたがアンドリューは悪用されることを恐れ喋ることはありませんでした。その後刑務所に収監されてしまいますが保釈金を支払い出所し現在の居所は知られていません。ちなみに彼はこの時イラク戦争の勃発やビンラディンの潜伏先なども言い当てました。フェンツ伝説。1950年6月ルドルフ・フェンツという30代前半ほどの男性がニューヨークタイムズスクエアの道路上に急に現れタクシーに轢かれて死亡しました。驚くことに彼が着ていた服は1800年代後半のものでポケットには昔のビール引き換え券馬の世話や馬車の掃除をした請求書1876年の手紙70ドルと名刺が入っていました。しかしそれらを70年持ち続けているほど年を取っているようには見えなかったそうです。その後の調査でニューヨーク市警の警官が1876年に29歳で失踪した人物がいたことを突き止めます。その人物がタクシーに轢かれた男性の特徴に合致していたためこの話はタイムトラベラーが実在することの証明として今でも語り継がれる話となりました。プロジェクトペガサス。アメリカ政府が何十年にもわたって行っているプロジェクトペガサスというものがあります。このプロジェクトではタイムトラベルやテレポートの研究実験を行い成功もさせているそうです。アンドリュー・バシアゴという弁護士は少年時代にこのプロジェクトに参加していたことを暴露しました。その中で1863年のエイブラハム・リンカーンのゲティスバーグ演説の時代にタイムトラベルしたことがあると語っています。ゲティスバーグで撮影されたこの写真の真ん中にいる少年がアンドリュー・バシアゴだそうです。もしかすると今回紹介したタイムトラベラーは皆プロジェクトペガサスの被験者なのかもしれません。あなたは人類はタイムトラベルができるようになると思いますか？ぜひコメントしてくださいね。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。